次これ、迷宮寺院ダババ。これもコナミのね、アクションゲームみたいなんですけど、これも初めてやりますね。はい。リトライになってるやん、始まりが。さらわれるんやね。なんか金縛りに合ってるみたい。なんか修行僧みたいなね、主人公ですよね。坊主頭のね。これでディスク B なのかな？ディスク B に。はい。R ボタン一回押せばこれね、裏面に持っていけるみたいな感じですね。あ、ディスク B か。ごめんなさい。B の場合は L ボタンですね。はい。ディスク A にやるときが R ボタンなのかな。あれ？反応しないですね。あ、いいんか。これでいいの？あ、そうか。LR 同時押しか。ああ、エラーになった。はい、OK ですね。あれ、またエラーになった。なんで？なかなかうまくいかないですね。あ、これセレクトできるんや。 L ボタンで A にするか B にするか、裏面どっちに持っていくか選べるんや。これ、あ、これで OK みたいですね。あ、なるほど。やっとやり方分かった。そういうことか。これもちょっとなんか似てますよね。さっきの愛戦士ニコルとなんとなくゲーム性が。というか、この主人公ジャンプしながら移動するんや。これジャンプボタン押せるわけじゃないですからね。これ普通に横ボタン押して移動のボタンでこれ勝手にね、ジャンプしてますから。なんか波動拳みたいな、国旗後半みたいなの出すんですね。これジャンプこれ落ちるんか？あ、やっぱ落ちるんや。あ、ロックマンみたいな死に方や。そうか、これやっぱ落ちるんですね。いや、落ちなかったらいいのになと思ったら落ちました。これ敵で倒すとき気持ちがいいですね。このなんか波動拳みたいなんで倒すところが。完全にこれなんかあの格闘家の修行僧みたいな感じがしますよね。これね、勝手にジャンプするからね、気をつけないと落ちるんですよね。勝手にジャンプするから。あ、なんか入れそう。扉があるね。これ全部、あれに乗ったら開くんかな、この扉が。こんな感じがするな。多分そんな感じですよね。体力やばいぞ。
なるほど、これ全部こうやる。こうやればいいな。真ん中どうやってあれしようかな。真ん中難しいね。あれすんのね。あ、これで開いたんや。なるほど。あ、回復した。あ、ダメージだ。なるほど、こういう感じのゲームなんやね。こっち行けるようになると、これジャンプ、斜めにジャンプしながらの、これ、こう普通にジャンプボタン押せばジャンプもするんですね。ああ、落ちちゃったよ、おい。これ斜めにジャンプでき、斜めにジャンプできないやん、このゲーム。じゃあどうしたらいいの、これ。なんか足場みたいなのが来てるから、これに乗っていくのかな。それっぽいよね。あ、これに乗っていくんやね。え、落ちんのこれ。ゲームオーバーや。またもう一回最初からやな、これ。ここも作るんちゃうの、これ。あ、ちゃうのか、ここはないのか、あれが。あ、もう死んだ。あー、しまった。結構難しいね。これ飛び跳ねながらね、移動するってどういうことなんでしょうね。これ喜んでんのかな。喜びながらね、歩いてるのかな。歩いてるっていうかね、飛び跳ねて喜んで飛び跳ねてるって感じがするよね、これね。いや、嬉しくてしょうがないわ、これみたいなね。飛び跳ねちゃえみたいなね。人生楽しいみたいな感じで飛び跳ねてんのかな、この人ね。なんかそんな感じがしますよね。多分そうでしょうね。まあそんなわけないか。楽しいわけないよな、敵と戦ってんのにね。戦いが楽しいわけはない。それは飛び跳ねるのは意味がわからんけど。これであれ取ればね、扉が開くと。なんか今のね、扉が開いた時のピヨンピヨンピヨンって音がね、月粉までのね、ラスボスの竜骨機倒した時の音と同じ音なんですよね、効果音がね。わかる人はわかると思いますけどね。でもさすがコナミですよね、そこはね。同じコナミだから。ああ、死んだ。
なるほど、あれ落ちるようになってるんやね。え？あ、そうか、敵がいたのか。はい、まあいいや、とりあえずこれはこんなもんにしときましょう。